おはようございます。おはよう。ひろしさん、はい、今日はね、はい、福井県、はい、越前町水仙祭りカニフェアにやってきました。今日は水仙娘さんともお会いできますね。え、見たことある人やね楽しみやね。はい、な、行ってきましょう。はい、どうぞ。行ってきます。あ、こんにちは。こんにちは。おたびのチャンネルです。どうもこんにちは。今日はね、水仙祭りやってきまして、京二さんと私、これでこの絵を一枚描いてきましたんで、この水仙娘さんの絵を贈呈したいと思います。ただのから贈呈式をします。いいですか。はい、どうも。これはね、世界に一枚しかない絵なんです。本当に。で、私がね、まあ、亡くなりますと山下清さん何百万になりますけど。ありがとうございます。お願いします。はい、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 ありがとう。今日はね、水仙祭りですけどね、はい、やっぱり越前町したらやっぱりね、カニですね。カニもあるし、はい、お魚ね。で、一応見ていきましょうか。はい、はい。ね、いつもいらっしゃる。いいね。3倍で1万円でどうしましょうか。3人いるので1人が1つずつ。で、3倍はいただけるね。はい、はい、じゃあゲット。あ、怒ってるよ、お母さん。娘やね、これ娘を、お父さんの優しさかんって怒ってくる。先生、この間から3回ぐらいお会いしてるんやで。ねえ。ねえ。はい、さあ、これゲット、3倍、1万円。よし。はい、ありがとうございます。ポタ。はい。朝からごめんなさい。はい、はい、はい、ありがとうございます。いいよーってあれやな、手締めせな。手締めっぴお父さんにしてもらおう。はい、いいよー。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ゲットしました。なんか清ちゃん、この子点々あるでしょ、これが容器あると美味しいらしいよ。捨てたりするやつなんですか。まあ、わけありや。捨てます。はい。ああ、なるほど。こっちには少しあるみたい。こっちいっぱいあるけどね。揃ってないやつ。ほら、もう食べたら一緒やね。料理したら一緒やね。味はもう変わらないと思いますね。ほら、今日はお得やわ。1本ないだけで結構安くなってますね。え、はい、これ、なんたって冬の味覚ですね。セイコガニが。なんとこれ。5杯で、5杯入ってるんですよ、3000円で。これ安いね。ねえ、こっちはほら、2杯で1500円。これ、これは訳ありではねんか。訳ありじゃないと、本当の成功やねえ、ちゃんとほら、船の名前もタッグ入ってるね。どこで取れたかっちの分かるのね。これも立派やね、7500円で。これはみんなタッグついてるもんな。はい、3枚ぐらいしたのが7500円。ねえ、こっちは500円、5000円、紅ガニ。ああ、こちら紅ズワイ。京地さん、これ5000円。5000円、これ買う。ねえ、これを3倍で1万円で買えるかあ、これまた、これ何て食いの、これ。こうやって2000円やって。2000円で、さっき3倍じゃねえけどね、これ安いね。おー、立派やね。あ、これな、訳ありじゃないもんな。ないないない。ズワイガニですけど。あ、紅ズワイか。あ、いや、紅ズワイやね。いいね、うまく、いいな。これも下箱1万円ですよ。送るとこあったら送ってください。おー、1万2000円を1万円であげると。はいはい、もうちょっと早くこっち来ればよかったな。これは見てみましょうか。買わなかんね。おいしいわ、これ送るのにいいね。これが1万3000円のが1万円や、ほら。3倍。お買い得やな。お買い得や。じゃあ、ハマチ。絶対お買い得。おお、お正月は分かんねえって、足は。ここ何、普通のあると違うね。中がなんか、ぐにゃぐにゃってなった。味噌が柔らかいで。味噌がちゃう。水入ってんねやな。これで安いやの。このズワイやったら2万円。で、この間買うたやの。で、ガバって割るやろ。中は普通の成功のジェルと、あれとちゃうの。あれはメス。成功はメス。これはオスやから、こんなメス。ああ、そういうことは、ふんどしはあるよ。ふんどしはある。これはなけなかんね。あれは取らなかんね。証拠悪いで。取らなかんね。ねえ。
ひっくり返ってくださいよ、お姉さん。わあ、立派。ほら、立派やね。この形がいいやって、これ。はいはい。あとでも大きくあげるで。ありがとうね。早いもん勝ちや。お姉さん、氷一つ立てると。まだいるんやって。ありがとう。はい、どうぞ。はい、はい。はい、はい、あいな、もう、ありがとうございます。はい、どうも。あね、ありがとうございます。エビやカニ、魚、カレー。すごいな、やっぱり。この天井。うん、ここが出荷するとこやった。ああ、ねえ、そうしましょう。新鮮畑の方をみんな集めるんやね。あ、初めてや。初めて見せてもらうね。ああ。こと、あれはちゃんと大きさ順番になってる。これ、規格がある。これ、これ。かさですか？大きさ、長さ。なるほど。平均の付け方書いてあるわ。来てや。企画来てや。こっちの方やろ。これは跳ねたもんやろ。おお。天皇家治めるここぐらいって。菊とか茎とかって言うて。ああ、僕絵描くんですけど、五枚こう描くんやけど。この帽子が天皇家で。はいはい、ここはね、越前岬の先生ランドってあるんですけど、ここには越前灯台もありますし、ここ今ちょっと今日は曇ってますけど、海岸がずっとあって、ここにね、下の方に水仙畑があるんで、ちょっと見ていきましょう。はい、わかりました。はい、水仙畑ね。はい、水仙畑。こうやって、綺麗やね。ね、ちょっと見てください。こういうの咲いてるんやね。うん、いつも北の地下見ます。匂いどうですか？いい匂いするよ。いい匂いする。ねえ。うん、これ花びらね、3枚、4枚、5枚ってあるんですけど、4枚が一番いいんですと。これ1、2、3、四つ葉のクローバーってある。これ5、5、5つやな。四つの花がいいやつですわ。ほう、よう詳しいことは分からんけど、俺らは。ここはだいぶちょっとここもう枯れてますけど、ここずーっとね、うん、こんなして咲いてるんですね。匂いがいいね、本当に。皆さんもやっぱりこうやって水仙の本場に来て見てもらいたい ね、 たいね。うん、ね。全然皆さんほとんどは切り花見てますけど、自然に咲いているこの水仙の花ね、雪中花って言うんですよ。雪の中の花って書いて、寒風にさらされて生きていく可憐な女性を表してる雪中花。はい、いいね、するわ。有名なね。が、まあよかったね。カニは買えたし。カニも買ったし、うん、そう、お花も見たし、ね、綺麗ですね。よかった。はい、はい、皆さんにどうですか、やっぱり来てもらいたいね。越前町に来てこうやって実践されてるのを見てほしいですね。そうですね。はい、じゃあどうも、はい、ありがとう。